外事警察は2009年9月26日に日本放送出版協会より刊行されたアソイクによる警察小説。スパイ天国と称される日本を舞台に公安警察の外事家とテロリストとの壮絶な情報戦争、騙し合いを描いた書き下ろし長編小説。続編となる外事警察コードジャスミンが2011年11月10日に刊行された。 2009年に第一作を原案としたテレビドラマ2012年にその劇場版として第二作を原案とした映画作品がそれぞれ渡辺厚郎主演で制作された2009年11月14日から12月19日まで NHK 土曜ドラマ枠で放送全6話2010年1月10日に全6話のアンコール放送が BS ハイビジョンで行われたほか、同年3月24日22時23時29分には、全6話を89分に再編集した、外事警察スペシャルリミックス版が総合テレビで放送された。また、続編である、劇場版公開に合わせ、2012年5月4日には、リミックス版が総合テレビで再放送された。また、 同年5月16日より毎週水曜日22時から NHKBS プレミアムで本編全6話がプレミアムサスペンスとして放送された。キャッチコピーはその男に騙されるな。ドラマのタイトルロゴにはタイトルのもとに外ごとと書かれている。テレビドラマ版は原案小説に登場しない人物や名前は同じでも所属部署や役割が異なる人物が多く、 登場するなど、原案小説とは異なる点が多い。第27回 ATP 賞、テレビグランプリドラマ部門優秀賞を受賞。警視庁公安部外時代4課作業班長、住本健治。彼をリーダーとする裏作業班は、対国際テロ捜査を担い、決して世の中に知られることなく、秘匿で活動し、時として、任務のためには手段を選ばない。そんな十分のもとに、 CIA から国際テロリストフィッシュが日本に潜伏しているという情報が流れる。そしてその時期は各国首脳が出席する対テロ国際会議を間近に控えている時でもあった。ここでの時刻表記は日本時間とする。公安部外時代4課作業班協力者とその関係者十本らの周囲の人物、テロリストグループアメリカ側の人物その他の人物、 DVD ブルーレイ書籍、外事警察その男に騙されるなとして映画化され、2012年6月2日に日本公開、同年11月8日には韓国でも公開された。原案は、外事警察コード、ジャスミン。2009年に放送された、テレビドラマの劇場版であり、渡辺厚郎、小野町子など、テレビドラマ版のキャストに加え、キム・ガンム、イム・ヒョンジュンをはじめとする。 韓国人キャスト、牧陽子、田中民らが出演。スタッフには、テレビドラマ版の演出も手掛けた堀切炎、健太郎監督をはじめ、ハゲタカの制作チームが集結した。全国235スクリーンで公開され、2012年6月に、3日の初日2日間で公衆7、229万1、600円、動員5万8501人になり、 映画観客動員ランキングで初登場第7位となった。オリジナルキャスト映画版からの出演者テレビドラマ版の放送に先立ち、その脚本を読んだ SDP のプロデューサー、岩倉達也がすぐさま NHK エンタープライズに映画化を持ちかけ、テレビドラマ放送終了後の2010年1月に、東映画配給に内定し、映画化されるに至った。 脚本家の古澤良太も加わって、企画を練るにあたり、新たな題材を求めて、原案の作者である麻生や警察、防衛関係者などに取材を行った結果、タブーとされる、朝鮮半島、核兵器というテーマに挑むこととなった。撮影は2011年8月にクランクインし、9月からは、約3週間に及んで国内及び、韓国のソウルと不在にて、ロケが行われた。 撮影は日韓のスタッフによって行われたほか、実際の外事警察経験者による技術監修も行われた。映画化にあたっては映像にも新たな工夫が加えられた。撮影にはフィルムライクな映像が撮影できるアレクサを使用し、映像制作にあたっては映画フィルムの銀の腰という現像技術を応用することで外事警察シリーズ独特の暗さを強調した。 映像に磨きがかけられた。DVD ブルーレイサウンドトラック書籍外事警察。その男に騙されるなに関するカテゴリー。ありがとうございます。